にちは、ダイスです。今回はスーパーマリオブラザーズワンダー続きからやっていきましょう。現在いるのが、はい、ワールド5の金採掘場です。こちらにあるコロシアムコースを進んでいこうと思います。コロシアムのコースは今までワールド3まで進めてきましたが、今回のワールド4はこの位置にあります。金コロシアム行ってみましょう。絵を見る限りテレサが出てくるコースになってるみたいです。さて、全ての敵を倒すとゲートが開いて、早く倒していくといいことがあるかもということで、何で行くかが問題になってきますよね。泡マリオ結構好きなんですけど、今回は泡で行って予備でフラワーで持っていくかな。これでいきましょう。何かがいいとかっていうのがね、ある気がするんですよね。これはもう上上げ、あ、待って、上に上げて、こういう感じじゃない？多分倒していかないといけない気がしますが、こっち来てもらわないとちょっと倒せないよね。 OK。 あれー、あ、倒せた。あれ、なんかタイミングとかですね。ライトのタイミングちょっと難しいな。はい、次。これぶら下がっ、あ、待って、ぶら下がってったらいける？お、あ、待って、これもタイミングだった。全部きれいにぶら下がれば通れるっていう風になっていましたので、この方法だったら何でも良さそう。次、はい、さあどこかな。奥に行かなきゃいけないんだけど、え、だって倒して入ったらどこに行くの？あ、行かないんだ。場所覚えないといけないかも。どこ？あ、奥行きましたね。出てこの位置に入って、残り1体はこっち側だと思います。いたね。これを倒してで開きました。開いたら戻るのもここからじゃないと戻れない。場所だけ覚えたので、この扉のところも早くはできそうですよね。ちょっと見えないけど、はい、後ろが若干見にくいけど、なんとなく勘で入っていけばいいので、ここはなんとかなりそう。スキゼリーか。これできなかったらこうやってやるしかないですよね。入っていかないと入れないから、入って、あ、で倒す。はい、ちょっと倒し方が辛いですね。上から踏まないと倒せないのがちょっと辛いかもね。タイミングだから、これ、あ、いけない。踏んでいった、よし。時間かかる、これちょっと辛いですね。入らないで、はい。ここでタイムロスかなりするのが分かったので、他を早くしないと秒数が遅くなっちゃうかも。お、あ、90、え、90辛くないですか。90、もう一回やってみましょう。金コロシアムは3枚目の10フラワーコインを90でもらわないといけないということは、何かしらあると嬉しいけど、ダッシュにしておこうかな。とりあえずダッシュにしますか。はい、じゃあもう一回挑戦します。なんかこれあんま意味なくなかった？これ意味あった？泡の意味大丈夫だったかな。後半がファイヤーじゃなきゃダメとかっていうのないんですけど、後半は多分ファイヤーなんですよね。後半ファイヤー残しておいて、でこれをなんとかしよう。見てもらうしかないよね。で、一匹どうしても余っちゃうから、
い。あ、ダメ？一匹どうしても余っちゃうから。これのやり直しはちょっと辛いかな。来てもらってて28でしょ。もうちょっと短縮できますよね。ここもう一回やりましょう。うまいこと引き寄せてってやらないといけないはずなので引き寄せましょう。どれにする？多分後半はゼリーのところがファイヤー使えると思うのでファイヤーは残しておきたいかな。よし、じゃあ引き寄せます。引き寄せます。はい、みんな来て。 OK、 はい、みんな来て。はい、みんな来て。ちょ、時間かかりますけどね。動かした方がいいね、やっぱり。動かしてやる。で、端っこの子だけ考えないといけないから、右を向いて動かしたらなんとかなるかな。で、考えながらやるのがね、楽しいは楽しいですけど、90秒考えると結構きついものがありますね。はい、ということでもう一回チャレンジ。うまくいければ OK。 はい、はい、これでこっち側終わり。はい、早かったですね。15秒かな。お、中入ったら16。これでも早いと思います。次、これをうまいこと、あ、できる、できない、よし、うまいことつながれば早いのに、つながれば早いのに、つながらなかったですね。ここつながるとかなり早いと思います。30か。後半がどれくらい時間かかるかですけど、何秒ぐらい残しておくかですよね。はい、でも場所はね、覚えたので、いけそう。行きましょう。はい。で、出てきて、これで、はい。で、OK。で、奥行きまーす。はい。この辺、OK。したら、あれ、倒せてない。やり直しだね。倒せてない。踏まなかった通り過ぎただけ。ファイヤーでも良かったのかな。もう一回失敗しましたね。ま、いい感じに進めていていけてた気がしたんだけどあれ、ちょっとショック。はい、やります。おい、オッケー。これで倒す。はい。さあ、来て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 。オッケー。さっきより早いよ。慣れましたね、最初のところ。回数を行うと早くはいけるんですよね。はい。はい。はい。あー、でも早いからいいことにしましょう。早いからね。はい、でここでファイヤーなっといて。ダメか。じゃあ当たんなきゃいけないね。一気に入らないとダメだったみたいです。中に入って倒さないといけないから、これはね、私がちょっと失敗したな。やってしまいましたね。最後のゼリーのところにファイヤー残しておきたかったんですよね。それが一番早いのでやらかしました。大丈夫かな。ダッシュダッシュ。この辺入ったでしょう。はい、次。はい、お、いけるか、いけるか。踏んで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 踏みに行くよ。はい、出てくるよね。あと4。踏んで、あー、90秒は過ぎましたね。これは多分
どこが遅かったんだろう。90。え、セレクトが違うかな。トリル、ツルショット、しゃがみ台ジャンプ、ふわっと壁、いやーどれだろう。ブロック、透明バネ、ジェットラン、連続ジャンプ、何もなさそうですよね。やっぱダッシュかな。ちょっと難しい。ファイヤーで、ファイヤー残しておきたい。でもあんまり泡の意味ないので、こうかな。交換していきましょう。ずっとファイヤー。これで検査とかは合わないようにして、はーい、オッケー。でみんなこっち来てもらって、はい、これでいく。ここはね、早くできるようになりましたね。残りがうまく進まなかった。多分ここを行かなきゃいけないんだと思うんですよね。あー失敗しちゃってるけど、よし、まだまだいける。ドアはファイヤーとか効かなかったので、これでいけるはず。はい、で入って OK。 次後ろ行く、はい、こっち行く、上行く、出る、待つ、ジャンプ、入る、オッケー。あ、待って待って、ここ入らなくてもさ、上から移動でいいんじゃないね。こっちの方が短縮ですよね、わざわざ奥行かなくても。さっきこれ気づいてなかった。よし、じゃあファイヤー、これがねできれば中でファイヤーができるので早いはずなんですよね。オッケー、あとはもう急いで入るだけ。いけ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 、頑張れ頑張れ。よし、90秒いったでしょう。できたー、やったー。いやー、やっとできました。キンキンコロシアムはファイヤーが一番良かったですね。何回かやりましたけど早くできました。おめでとうございます。キンキン採掘場のワンダーシートをすべて手に入れました。記念に100プレゼント。あ、すべてもらいました。いや、でもワンダーシートがすべてなだけで、10フラワーコインはまだ取ってないところ結構あったはずなんですよね。ちょっと確認しましょう。旗もない、最初のところ取ってないところがねいっぱいあるんですよね。もうちょっとね、最初来た時難しくてここを取れなかったんで、今度行きましょう。ここもですね、これあの影に当たるとダメだったですよね確か。あ、これ一番上だけなんだ、旗だけ失敗してる結構旗失敗してるところもあるんですよね。なので、うん、旗失敗してるところはサクサク進んで旗だけ通るっていうのはありかもしれないです。ワンダーシード自体は確かに全部終わってますけど、他のところがちょっときついかなという感じですね。悲しい。一個行ってみましょうかどんな感じだったっけ。難しさはね、難しくないんですよ。星で言うとかなり難しくないんだけど、なぜかねできなかった。何ができなかったのかちょっと覚えてないんだけど、そういえばなんでここドリルなんだろう。よく考えたらなんかドリルの意味あるのかな。早く行けるから。あ、
下通れるからってことかな。そういうこと？ん？なんかある。あ、やっちゃった。せっかくのドリルが。あ、これだね。はい。で、ちょっと待って。これをこういう使い方ね。あ、はいはい。あ、上行っちゃってる。上行っちゃってる。待って、これ欲しいんだけどな、欲しいんだけどな、取るの怖い。あ、歩いてくれる？やった、落ちましたね。ここ時間かかっても大丈夫なところなのでいいのですが、これで上に行けて、で確かね、中に入るとジューフラワーコイン、うん、ありましたね、だったはず。これでね、で1枚目で次が2枚目取れてないんですよね。なのでこれを取りたいです。あ、やっちゃった。ファイヤーしようか。とりあえず変わっときましょう。出た、オッケー。上の段に行かなきゃいけないのかな、よく考えたら。ね、ドリルだったらこうやって行けますもんね。なんかありそうな気はしますよね、そういえば。まあ、早く行けるから楽なんですけど。おわあれ、ここなんだろう、仕掛け忘れてる。はい、ちょっと進みますね。トイトイトイ、はい。でファイヤーになって、でドリルをね後でもらいます。やあ、忘れてた。でこれもらうのに、あ、あ、無駄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 、はい、あ、はい、はい、待って、はい、よし、これでもらって、何があるかな。せっかくの、せっかくのこれを、はい、せっかく取ったのに、ちょっとわかんないけど倒してるかな。はい、ちょっと待って、ドリルじゃないと取れなかったりします。あ、2枚目あった、ここか。え、普通に普通にあったんですけど、なんで気づかなかったんだろう。でこれでね、ドリルがもらえるのか、何だったかな、ワンダー、あ、ワンダーシードでドリルだったんだっけ、ちょっと忘れちゃった。あ、かわいい。ちょうどね、今日実はあの動画撮ってる日、ハロウィン終わった日日付変わっちゃったんですけど、実は10月30日から31日に、ね、日付変わった時なんですよね。嬉しい。ジャコランタンってことはもうあのかぼちゃのこのランタンのことなので、え、ジャックオーランタンだったらハロウィンじゃないですか。ここのコース、これ私今ずっとここいるけどいいのかな、あんま良くないよね進めって感じだよねかわいいよ。おーい、かぼちゃー、やー。で、そして上まで行ったら多分シードがあるから取っていったはずだよね。お、下来ちゃった。でもこれで上がれるからいいんじゃないですか。なんか逆側から壁ジャンとかでも行けた気がする。うん、上がれましたね。ほほほほ、かわいい。ちょっと予備もできて嬉しいですね。ジャンプ、はい、楽しい
ふーってなんか疲れてるということで、今回撮りたかったのはこれで撮れたんじゃないかなと思います。あとはここ、これでいいかな。全部揃えてそうですよね。一度来たコースだったんですけど、今作の全部の収集終わるのはなんかここが早そうな気がしますね、個人的に。はい、終わりました。で、残ってるのがあと1、2、3、4、5、6、ほぼほぼ全部という感じなんですけど、まあ6コースなので、ここの金金採掘場が一番早く今回は終わりそうな感じがしますね。はい、という感じで今回は金金採掘場のコロシアムと一番最初のコース収集に行ってみました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!